月刊少女野崎くん秋編第1号とある番外編の始まり。野崎くん、ベタ終わりました。早いな、さくら。今日はこれで全部かな。ああ、あとは背景を仕上げたら終わりだ。助かった、ありがとう。うん、お茶飲んでいくか。うん。お、ケンさんからだ。あ、じゃあ私お茶入れるね。すまない。うん、はい、もしもし。野崎くん、本当にケンさん大好きだよね。そんなキラキラ笑顔見てたらこっちまで嬉しくなるよ。ああ、夢野先生ですか。病です。はい、知ってました。原稿の状況確認ですよね。まだできてません。そんな爽やかに返事することじゃない。わかりました、お待ちしてます。それとは別件なんですが。はい。次回月刊少女ロマンスで秋特集をすることになりまして、夢野先生、恋しようの秋の番外編ってお願いできますか。秋ですか。例えば恋しよう秋田編とかですか。違います。あ、じゃあ恋しよう秋葉原編ではないです。あ、じゃあ恋しようが、あー、来た来た、あー、緊張する。それはもはや言葉に後気がついているだけで秋という字からも離れていますよね。さすがケンさん、鋭いです。で、あんたお茶を切ってんのか。すみません、これでもケンさんの仕事の合間に笑える一服の清涼剤になればとアイデアを絞り出してみたんですが。絞ってねえだろ。とりあえず受けていただいたということで企画を進めますので、来週までにネームよろしくお願いします。はい。あきねた、こっちも何かアイディア考えておくか。秋といえば鮭のうまい季節だな。ん？それじゃあ鮭塩になるか。ないな。恋しようの秋のお話か。ああ、さくらだったら秋といえば何を思い浮かべるんだ。そうだな、私だったらキノコとかお芋とか栗とか、あとブドウや桃も美味しい季節だよね。なるほど、食欲の秋か。あ、そうだよね、少女漫画だしもっとロマンチックな方がいいよね。だったら芸術の秋、赤く染まる紅葉の秋、恋心が燃え上がる秋とか。恋心燃え上がる秋か。うん。なるほど、それは燃え上がったらどうなるんだ。え、どうなるって。うわー、野崎くんにものすっごく見られてる。これは私の恋心の強さをアピールするチャンスなのかな。ん？恋心は、ああ、燃え上がったら、うん、どうなるんだろうね。私の魔法、その先が何も思いつかないよ。そうだな、燃え上がったら、まあもう下がるしかないだろうな。下がるの？ああ、例えばこうだ。鈴木くん、私怖いわ。私の大切な恋心はどんどん燃えて、この先どこまで燃え上がっていくのかしら。怯えているのかい、マミコ。分かったよ、だったらこうしてあげよう。俺の君への優しさを。どうぞ。でもごらん、水をかけたことで君の恋心が燃え下がったよ。本当だわ、鈴木くん。マミコ、鈴木くん。マミコ、ってちょっと待って、なんかいいシーンですって感じになって鈴木くんかっこよく微笑んでるけど、恋心が燃え下がっていいの？っていうか恋心消えちゃって。
じゃあ続きはこうするか。泣かないで、マミコ。だって恋心が消えたのよ。そうだね。でも心配ないよ。そんな君のために、ほら、新しい薪を持ってきたからね。薪を？ああ、さあ、燃え下がった恋心をまた一緒に燃え上がらせよう。鈴木くん、マミコ、行くよ。え、三、はい。ララ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 ラ、マミコ。鈴木くん、野崎くん、これは？うん、バーベキューで火を起こせる男子はモテるとネットで書いてあったし、モテ要素もプラスされて解決したな。いや、無理あるよ。野崎くんだったら、秋って言ったら何を思い浮かべるの？そうだな、秋といえば、昔中学の時、秋の秋って子がクラスにいたんだが、季節の秋に野原の野、アジアの和、希望の木って字を書くんだが、うん、もしかして野崎くんの憧れの人の話？いっそのこと秋の木屋って名前にした方が、上から読んでも下から読んでも秋の木屋ってなってインパクトアップするのになっていつも思ってたな。懐かしい。え、秋の木屋？下から読んでも秋の木屋。本当だ。ああ、で、野崎くん、それが甲州の番外編のアイディアにどうつながるの？ん、そうだな、恋しよ、よし行こうとかにタイトルをしとくか。恋しよ、よし行こう。本当だ、上から読んでも下から読んでも恋しよ、よし行こうだ。すごいすごい。ああ、でも秋とは関係ないかな。うん、よし、じゃあせっかくの番外編だし、舞台を非日常に設定して鈴木とマミコをどこかに出かけさせるか。いいねいいね、遠足とか楽しそうだね。ああ、行くなら山かな、もみじ狩りとか。山ガールになるマミコ。そこで出会ってしまったライバルは、ライバルはなんと熊だった。熊なの？マミコのライバルが？力持ちすぎるよ。そうか、じゃあ鈴木のライバルにするか。こんな感じで。このクマ野郎め、俺のマミコは絶対渡さないぞ。鈴木くん、危ない、逃げて。ダメだよマミコ、クマは逃げたら追ってくるんだ。俺は正々堂々と戦ってこいつを倒してみせる。さあ、俺のパンチを受けてみろ。よし、いい戦闘シーンになりそうだ。野崎くん、少女漫画だよね。たまにはアクションも見てみたいだろ。だけど、相手がクマ？大丈夫だ、この後の展開は間違いなく少女漫画にするからな。そうなの？鈴木の一撃がクマの眉間にヒットし、二人は手に手を取って恋人の森へと駆け出した。そこへボスグマが現れ、逆に追い込まれて絶体絶命のピンチになる。そこを救ってくれたのは、まさかタヌキじゃないよね？え、あ、ごめんなさい、それはないよね。タヌキといえば前の三押しだし、というかキュンとくる少女漫画の展開だしね。ああ、絶体絶命のピンチを救ってくれたのはからお願いします、夢野先生。わかった、絶体絶命のピンチを救ってくれたのは、くれたのはキツネだった。野崎くん、さっきから発想がただの日本昔話になってるよ。ああ、頭の中だけで想像することに限界があるのかもしれないな。え？いや、
実際に出かけてみれば発想も広がりやすいだろうなと思ってな。あ、例えば山に登ったりとか。ああ、チース、野崎上がるぞ。いいねいいね、楽しそう。山だったら高尾有山だと電車に乗れば行きやすいな。そうだね。さくらも行くか。行く行く。ああ、野崎とさくら二人で何の話してるんだ。高尾山って割と近いのに私行ったことないんだ。野崎くんは家族で何度か行ったことはあるな。だが二人で行くとなるとまた見えてくる景色も違うかもしれない。うん、もしかしてあいつら二人で仲良く出かける相談なのか。あそこの展望台から見る夜景はなかなかいいんだ。空気もうまいしな。へえ。なんだよなんだよ、俺昨日野崎ん家に置いてきたガールズプリンセス2ときめく乙女の大行進を取りに来ただけなのに、なんかすんげえ入っていきにくい雰囲気じゃねえか。たく、どうしたらいいんだ。こんにちは野崎先輩、お邪魔し、三越葉先輩な。ああ、若松どうしたんですか、そんな扉に張り付いてこそこそして、まるで家政婦も見たあの人みたいですよ。家政婦も見た？ああ、おいおい、せめて張り込み中の刑事とかにしてくれよ。ああ、すいません、そうですね、張り込み中の刑事さんだったら三越葉先輩かっこよくてぴったりですね。あ、本当か。はい、本当にそう思うか。はい。よ、若松にマミ、小芝も。玄関先で二人並んで仲良く肩なんか組んで何やってんだ。織先輩どうも。おちーす。中入んないのか。あ、いや、それが野崎と桜がなんか高尾有山に行こうって盛り上がってて入りづらいっていうか。野崎先輩と桜先輩が盛り上がってるのか。はい、こんな感じで。そうだ野崎くん、高尾有山ってスピリチュアルスポットなんだよね。うん、登ったら UFO とか見れちゃったりして。なるほど。そしてパラスコ星人が出てくれば最高だな。楽しそう、早く行きたいな。ああ、ねえ、ほんと楽しそうですね。確かにな。くっそ、なんで俺を誘ってくれなかったんだよ野崎のやつ。誘って欲しかったのか。高尾有山ってアニメの聖地じゃねえか。そこかよ。あの、それで先輩たち中入らないんですか。そうだな、若松、お前急ぎの用事なのか。いえ、俺はローレライさんの新曲をお願いしに来ただけですけど。マミ、小芝は？俺は忘れた美少女ゲームを取りに来たなんて言えねえよな。三越葉先輩？あ、いや、プラット寄っただけです、プラット。そういう堀先輩は？俺は今日は背景の仕事をあげようと思ってたんだが。急ぐんですか？いや、大丈夫だ、明日にする。うん、よし、行くぞ。え？軽く飯でも食って帰るか。あ、はい。うっす。はぁ、しょうがねえな、今日は帰ってガールズプリンセス3乙女たちの大冒険をするか。はぁ、ん？あ、堀先輩かな。玄関誰もいないよ。そうか、高尾有山に取材に行くとしてもこの原稿を終わらせてからの話だけどな。うん、あと背景だけだっけ。ああ、私手伝いたいけど。いや大丈夫だ。だよね、背景苦手だからな。俺もだが。はあ、堀先輩来るまで頑張るか。うん、野崎くんファイト。ああ、月刊少女野崎くん。第2号、秋をリサーチする男たち。野崎、この前は悪かったな。まさかあと背景だけ待っていたとは思わなくてな。黙って帰ってしまってすまない。いや、いいんです堀先輩、本当は自分でやるべきところをいつも頼ってばかりで、こちらこそすみません。気にするなって、
その代わり俺はお前に演劇部の王子の台本書いてもらってんだからな。はい、じゃあ俺も次は一回台本休みます。それはなしだ。え、なしですか先輩？なしも秋の食べ物ですよね。は？先輩、着きました。ハロウィングッズ売り場？ここの売り場が充実してるってネットに載っていたので。まさかハロウィンパーティーでもする気なのか？いえ、次の恋しようの秋の番外編のネタが決まってないので、何かヒントにならないかと思って。秋の番外編のネタ？はい、最初紅葉の美しい山に登った鈴木とまみこでも書こうかと思って取材に行こうとしてたんです。ああ、それで桜と高尾有さんの話をしてたのか？ええ、でも担当編集さんに他の作家さんからも秋の山の話が上がってきてるって聞いて、ネタが被るのでやめました。そうか、あんなに楽しそうに盛り上がってたのにな。桜がっかりしただろうな。いいえ。ん？実はね、あれからゆずきに聞いたんだけど、高尾有さんって小さい人が行くと木がいっぱい茂ってて緑の葉っぱに紛れて姿が見えなくなるから地上は危険だぜって言われて、ちょっと怖くてドキドキしてたんだ。だから大丈夫だよって言ってました。なんだそりゃ。そして、そうそう、鹿島くんが小さい人だったら堀先輩にも教えてあげなきゃ、先輩が危ないって言ってたよとも言ってました。はっ、鹿島のやつ大きなお世話だっつんだ。めっちゃ鹿島くん、どうしたの？風邪？ああ誰かが私の噂してたのかな。あ、堀先輩かな。堀ちゃん先輩が？だってそろそろ演劇部のお迎え来る頃だよね。ああ、それは大丈夫。今日は体育館が使えなくて部活休みなんだ。だから千代ちゃん、パフェ食べて帰らない？うん、いいね、行こう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 。ハロウィンな、こういう飾り付けとか細かくてポップで確かに漫画のヒントになりそうだな。はい、小物の参考にもなりますし。このカボチャのお面、ジャックオーランタンって言うんだっけか？ええ、お面か。こういうの三越島が好きそうだな。おいおい、誰だよ誰だよ、俺の噂してるのが。まったく、これだから超モテ男は心休まる時がなくて疲れるぜ。そんな俺様を今独り占めにしているお前、そうだよのぞみ、お前は世界一の幸せ者だぜ。あ、やべえ、リセットボタン押しまった。ガールズプリンセス3、乙女たちの大冒険。主人公の名前を入力してください。あ、なんでそうなるんだよ。あと少しでのぞみとハッピーエンドを迎えるところだったのに。くっそー。の、見ろよ野崎、こっちにはメイキャップ道具も揃ってるぞ。お前でっけえからフランケンとか似合いそうだな。先輩、背の高さはメイクと関係ない気がしますけど。ま、細かいことは気にするな。はい。あ、このディスプレイいいな。写真撮っとくか。さすが堀先輩、いつもカメラを持ち歩いてるんですね。ああ、背景の参考になりそうな場所は撮る癖がついちまってな。あれ、あれって、あ、野崎くんと堀先輩だ。なんということだ。先輩の可愛い後輩の座をまたしても野崎が狙ってる。なんかお買い物してるだけみたいだよ。声かけよ。で、ちょっと待って千代ちゃん。え、どうしたの鹿島くん、そんな怖い顔して。堀ちゃん先輩が。見て見て千代ちゃん。ん？おお、魔女の衣装か。いい感じにディティールが凝ってるな。表面にラメが散りばめられてライトが当たるとキラキラするのか。
こういうのを舞台衣装として重宝するんだよな。堀先輩、似合いそうですね。いや、似合わねえだろ。当ててみてくださいよ、そのマント。こうか？で、何やらせるんだよ。やっぱり似合いますよ。まあ、マントなんて誰がつけても一緒だろうが。誰でもってことはないです。例えば相撲の力士には似合わない気がするんですよね。いや、お前、例えが極端すぎるだろ。カシマくん、何言ってるかよくわかんないけど、なんか魔女の衣装を選んでるみたいだね。それがどうかしたの？やっぱりそうなんだ。どうしよう、チョウちゃん、魔女って女の人だよね。まあ、男の人ではないかな。ほら、やっぱり堀ちゃん先輩は間違いないよ。絶対女の子になりたいんだよ。そうなの？だって、あんな嬉しそうに魔女のマントを当ててみて。でも。それに決めたんですか、先輩？おう、ちょっと買ってくるわ。買うの？買っちゃうの？本当だ、レジに向かってる。先輩、かわいそう。そこまでして女の人の衣装着たかったんだ。演劇部で使うんじゃないの？先輩、本当にかわいそう。カシマくん、とりあえずあっちにベンチがあったから座って休もうか。いや、そんなに泣かなくても。ホリ先輩。おお、なんだカシマ。昨日はショッピングセンターでお買い物、楽しかったですか？あ、なんでお前それ知ってんだよ。先輩の本当の気持ち、よーくわかりましたから。本当の気持ちってなんだよ。可愛い後輩の私に任せてください。誰が可愛い後輩だよ。照れなくても大丈夫ですよ。照れてねえよ。てか、何が大丈夫なんだよ。私、そっち方面は自信がありますから。じゃあ。ってこら、どこ行くんだ、カシマ。堀先輩。おお、野崎、どうした？昨日のカメラ貸してくれますか？あのディスプレイ資料用に取っておきたくて。ああ、ちょっと待ってくれ、ロッカーに置いてるから。すみません。え、なんだこれ。ピンクのフリフリレースがメルヘンですね。羽までついてて、まあ芸が細かいみたいな。は？あ、なんかメモが置いてありますけど。魔女の国にいる妖精さんのお洋服です。魔女よりもこっちの方が小さくて可愛くて、先輩、すっごく似合うと思いますよ。どうぞ。カシマだそうです。だから、なんでそうなるんだよ。カシマ、戻ってこい。月刊少女野崎くん第3号、ローレライと若の秋。残念ながらハロウィンネタもピンとこなかった。他に秋といえばスポーツか。スポーツといえば、ナイスシュート、いいぞ若松、その調子でガンガンシュート頼むぜ。はい、野崎先輩。見学ですか？ああ。珍しいですね。スポーツの秋を実感したくてな。秋ネタのインスピレーションが浮かぶかもしれないと思って。じゃあ、久しぶりに一緒に練習やってみます？それはやめておく。漫画家は指が命だしな。それに、向こう10メートルあたりから、お前の相手が猛烈な勢いで接近中だぞ。待たせたな。待ってませんでしたけど。今日も女子バスケ部の助っ人ですか？なあ、また今日もコートでぶつかり合って青春の汗を流せるなんて最高だろ。いいえ、
無理すんなって。してません。分かった分かった、嬉しいからってそんなに声張り上げんなって。声張り上げてますけど意味が違うんですよ。もう、うん、だいたい先輩はなんで人の言うこと全然聞いてくれないんですか。そうだっけ。そうですよ。それに俺が先輩とバスケしてる時嬉しそうな顔してたことって今までないですよね。そうだな。バスって言ってボールぶつけられた時もシュートって言ってボールぶつけられた時も、うん、痛そうな顔してませんでした。っていうか結構本気で痛かったんです。元来俺元気で健康体だから平気ですけど、でもやっぱり痛いってのは変わらないわけで、うん、あ、先輩が黙った。先輩に俺の行為が初めてちゃんと通じようとしてる。野崎先輩見てくれてますか。うん、若、え、はい。お前練習始まるってのに挨拶長いよな。え、ゆずきまだ。おお、今行く。少しは周りの空気読めよ。はい。よっしゃ、今日も暴れてやるぜ。野崎先輩、やっぱりダメです。なんでなんだろう、俺頑張ってるのにあの人と何もかも1ミリも噛み合わないんです。まあそう深刻に思い悩むな。悩みすぎてもいいことはないぞ先輩。うん、じゃあな、頑張れよ。え、野崎先輩帰るんですか。ああ、いつもの風景を見ていても何かインスピレーションが湧くことはない気がしてきたし。待ってください先輩、今日こそは違う自分を瀬尾先輩に見せてみせますから、お願いします。野崎先輩が見守ってくれてると思えば俺力が湧いてくる気がするんです。若松、そうか、わかった。じゃあ見守ってやるから頑張れ。はい。若松、瀬尾が来たぞ。今日こそは俺はパスを受け取ってみせるんだ。そこから俺の反撃ののろしは上がるんだ。スタート。若松大丈夫か。野崎先輩。ある意味ブレのない繰り返しネタは物語的には美味しいが、これがずっと続くと思うと若松の体が持つか心配だな。先輩、瀬尾先輩と俺って永遠にこのループが続くんでしょうか。永遠ってことはないと思うけどな。そうですよね、永遠ってことは。わーかー。いや、永遠なのか。そんな。おい、飯食ってくか。いえ、行きません。なんだよ、付き合い悪いな。駅前に新しいたこ焼き屋ができて超うまいって評判なのに。おごってやるから。いえ、行きません。ローレライって店なんだけどさ、おかしいだろ、たこ焼き屋でローレライって。どういうネーミングセンスなんだか。ローレライ行きます。ああ、それでいいのか若松。はい、たこ焼き3人前お待ち。よー、来た来た、いただき。いただきます。いただきます。はは、っか、うーん、な、うまいだろ若。はい、はでも熱くてよく味がわかりません。それじゃあうまいって言えないだろ若松。うん、はうん、でもローレライってお店ですから間違いありません。声楽部のローレライさんといい、ローレライって呼ばれるものはすごいんですね。そうか。若、もう一回頼む。え、ローレライはすごいんです。声楽部のローレライは素晴らしいと思います。彼女のあの歌声がなければ俺は眠ることもできずに毎日苦しい日々を過ごしていたと思います。あんな美しく澄んだ透明の声を持つ人はきっと心も美しく清らかに違いないと確信してます。そうだな若松。
野崎先輩、やっぱりダメです。なんでなんだろう、俺頑張ってるのにあの人と何もかも1ミリも噛み合わないんです。いや、今お前すごく噛み合ってるぞ。ローレライの正体は目の前にいるセオだとは決して明かさない方が良さそうだけどな。てかさ、今日なんで野崎も若と一緒にいるんだ？そうだった、秋のネタを考えることをすっかり忘れていたな。あ、すいません先輩、俺がどうしてもって引き止めたから。いや大丈夫だ、代わりに俺もなんか考えます。若松、よし、そうだな、何がいいかな。タコって秋の食べ物ですかね。何言ってんだ、夏だろ。そうなんですか。けどおせちでも酢だこを食べるな。そういえば確かに。どうなんですかね野崎先輩。どっちでもいい、タコを恋しようの話に使うの難しそうだし、やっぱり俺帰るな。え、月刊少女野崎くん。第4号秋を待つ編集部。他の作家さんのは大体揃ったが、夢の先生の秋のネームまだだな。あれ宮前くん。マノさん残業なの？ああ、はい。大変だね。まあ宮前くんの仕事が遅いからしょうがないのかな。大丈夫だよ、きっと神様はさ、そうやって地道に努力する人の背中を見ていてくれるからね。はあ、あれ、ただ結局は天才型の僕が勝っちゃうんだから見てないのかな。どっちだよ。あ、もう9時なんだ、どうりでお腹が空くはずだ。何か出前でも取ろっかな。宮前くんも一緒にどう？いや、俺は食べたばっかなんで。あ、ダイエット？確かに宮前くん高校の時に比べたら大きくなったよね。ストレスかもしれないから気をつけた方がいいよ。ストレスの元を振りまくあんたに言われたくねえよ。っていうか残業じゃないんだったらなんでここにいるんだよ。じゃあやっぱり僕はさっさと用事済ませて帰ろっかな。あったあった、これこれ、家に持って帰ってじっくり読もうと思ってたのにうっかり忘れちゃってさ。見て見て、じゃん、今度発売するムック本、いいでしょ。宮古ゆかりの世界のたぬき年間って、なんでたぬきに年間があるんだよ、図鑑だろ。あれ本当だ、これ誤植だね。こんな間違い編集者として見逃すなんて問題だよね。ってあんただろ。あ、そうだね、僕の全面的なミスだ。どうしよう宮前くん、言い訳できないよ、タヌキたちに。タヌキにかよ。はい、前野です。前野さん、宮子です。あ、宮子先生どうしました？申し訳ないんですが、今度の秋のお話もう少し待ってほしいんですけど。ああ、秋の特集号のですか？はい、アイディアがなかなか固まらなくて。そうですか、だったら僕いいアイディアがあるんですよ。え、前野さんのアイディアですか？はい、地底人とタヌキの戦いってのはどうですか？今まで宮古先生が書いてない世界ですよね。あ、はい、確かにそうですけど、地底人とタヌキの戦いって秋にぴったりだし斬新でしょ。遠慮しないでいいんですよ、全部僕のアイディアですけどね。地底人とタヌキって全然秋関係ねえじゃねえか。ダメだ、仕事に集中できねえ。コーヒーでも買ってくるか。俺も夢の先生に電話してみるか。いや、だが すみません、ケンさん、今頑張ってました。
原稿に集中してるところを邪魔するかもしんねえし、プレッシャーをかけすぎてもな。明日まで待ってみるか。じゃあ宮子先生、そういうことで。はい、原稿お待ちしてますね。よろしく。宮子先生も僕に頼りっきりじゃ困るよな。もっと漫画界を代表する大先生になってほしいのに。有能な編集者に当たるのも漫画家先生にとってはよしあしだね。宮前君、寝言は寝て言え。寝てたら言えないよ。だって僕が寝てるそばに宮前君いないでしょ。当たり前だよ。じゃあ僕帰るから、あとよろしく。は？このタヌキの本ってあんたの仕事だろ。そうだったね。大丈夫、明日はきちんと直すから。でもやっぱりタヌキは可愛いよね。その次はゾウで、その次はキリンが僕好きなんだけどさ。知ってます。それ編集部中聞いたことねえやついないっす。あ、じゃあこれ初めて話すけどさ、昔さ高尾割山に登ったら可愛いタヌキとばったり出くわしたことがあったんだよ。こんな都会のすぐ近くにタヌキだよ。動物園じゃないのに頑張って生きてるんだなと思うとめっちゃ愛おしくなってさ。そのタヌキもじーっとこっち見てたから、向こうも僕のことを愛おしく思ったからなって何急に語り出してんねん。ったく変わってらんねえや。仕事すっか。それがね、なんかさ目がどこ向いてるのか分かんない感じ。宮子先生が描くタヌキみたいで。あれ、宮前くん聞いてる？ああ、そうそう、タヌキってさペアになると生涯共に過ごすんだって。律儀だろ。あれ僕とは似てるんだよね。どこがだよ。だいたいタヌキ汁とか言うけどさ、食べちゃダメだよね、あんな可愛い子たちを。僕は絶対許さないよね、宮前くん。そうっすね。ああ小腹が空いてきたな。あれ宮前くん、やっぱりお腹空いてるんじゃない？出前取ろっか。あ、いいっす。カップラーメン買い置きしてあるんで。ああ、そう。じゃ結局食べるんだね。遅い時間に食べると脂肪がつきやすいって言うし、気をつけた方がいいよ。食欲の秋だしね。あ、ストレス対策、今度教えてあげよっか。仕事する気ないなら帰ればよ。月刊少女野崎くん第5号秋編最終案決定。よし、これで今月分の原稿終わったな。ああ、やった、お疲れ様。ああ、あとは秋号のネームだな。大丈夫かさくら。ああ大丈夫、なんかほっとしたら首が出ちゃっただけだから大丈夫大丈夫。そうか。なんだよなんだよ、野崎まだ秋の話決まってねえのかよ。ああ、そんなに悩まなくっても秋にはイベントがいっぱいあるじゃねえか。イベントってミコリンどんなの？いいか、まずは美少女ゲームの殿堂入りを果たしたガールズプリンセスの最新版ガールズプリンセスエピソード0発売オータムイベントだろ。それから美少女フィギュアのアスカの妹アスミがついに発売される記念イベントだろ。あとは、わかったわかった、みこしは全部これに載ってるからいい。え、美少女ゲーム&フィギュア発売予定表。あ、なんだよ野崎、お前も知ってたのかよ。だったら早く言えよ。ってまさかギャルゲートフィギュアの魅力にお前もハマったのか。いや、これみこしばがこの前置いていったやつだから、それ以外の日に小物と効果をお願いしようと思って取っておいた。ちぇ、つまんねえの、返せよ。というかミコリン、ゲームとかの発売イベントのことだけで少女漫画の話作るの大変そうだよ。ああ、うん、じゃあ、あ、イベントといえば祭りだろう。秋祭りはどうだ？秋祭りで盛り上がるカップルならありだろう。祭りはこの前書いたばっかりだからな。ああ、花火のやつか。うん、そうだね。とってもロマンチックなお話だったよね。花火か。
野崎くんとジャングルジムに登ってみた時のことを思い出すな。目を閉じたらあの時の光景が目の前に広がってくるよ。じゃあ他には？さくら？秋だね。寝落ちしたな。落ちたな。やっぱり眠たかったんだな。そうか、睡眠の秋か。睡眠の秋？ああ、確かに秋はよく眠れるって言うけどな。それって漫画になるのか？例えばこうだ。秋は眠りが深くなる頃だというのに、眠れないのかい、マミコ？そんなことないんだけど、鈴木君のことを考えていたら夜も眠れなくなるのなんて言えないわ。やっぱり眠れないんだね。そういう時は羊を数えてみるとすぐ眠れるかもしれないよ。羊を？分かったわ鈴木君。あ、だったら可愛い羊がいいから子羊でもいいかしら。ああ構わないさマミコ。で待てよ、子羊なのかよ。お、どうしたミコシバ？いやー、俺なんとなく子羊にはこだわりがあるっていうか、ないっていうか、ちょっと反応しちまってない。ダメか？いやいいんじゃねえか。よし、続きもできたぞ。こうだ。子羊が1匹、子羊が2匹、子羊が3匹。どうだいマミコ、眠れそうかい？鈴木くん、子羊って言うと口を結構動かすみたいで目が冴えてきてちっとも眠たくなれないわ。じゃあ子羊を四輪自転車に変えてみるかい？四輪自転車？そんなのまたサドルが盗まれたら嫌よ私。ってこんなこと言ったら鈴木くんに嫌われちゃうのに、私のバカ。どうしたんだいマミコ、こっちを向いてごらん。眠りが足りないからダダッコになっているんだね。鈴木くん。マミコ。鈴木くん。マミコ。鈴木くん。マミコ。いけるな。本当か？あ、まあお前がいいって言うならいいのかもな。よっしゃ、できたぞ。そうだね、同じくもよ。って、さくらも賛成してるぜ、夢の中でな。ああ。ったく気持ちよさそうに寝やがって、なんか鼻をつまんでやりたくなるよな。てかなんかに似てるわ。似てる？あ、そうだ、うちの猫だ。丸くなってすやすやと悩みなさそうな寝顔がよ。さくらって犬っぽいって思ってたけど猫でもありかもな。へえ、みこしばは猫を飼ってたのか。うん。初耳だ。ちょうどよかった。猫ってなんて鳴くんだっけ？は？なんでだよ。ちょっと聞いてみたくなって。ふざけんな、それくらい知ってんだろ。だがみこしばの鳴き声に興味を持ってな。知らねえよ。大丈夫だ、今なら俺しか聞いていないぞ。嘘つけ。てかうっかり乗せられてここで泣いてみろ。なんでか知らねえけど絶対誰かが聞いてるんだぜ。誰かとは誰だ？誰かだよ誰か。この向こうに誰かがいるんだよ。この向こう？大丈夫だ、誰もいないぞ。お前そこまでして聞きたいか？聞きたい。せーの。泣かないぞ。残念だ。ちなみにお前んちの猫が餌をくれって言うときは？は？にゃーんだろうが。もう一回。え？にゃーんだよ。もう一回、お腹が空いてたまらない感じで。にゃーんだろ。それ猫なのか。しまった、いっちまった。猫、何、あれ、
私寝てた？ああ寝てたぞ寝てたぞ、ぐっすりな。もうそのおかげで秋のネームができたぞ。ありがとう、さくら。え、そうなの？どんなお話になったの？月刊少女野崎くん第6号秋編掲載されました。結局あの後野崎くんはケンさんにネームを直されて、恋しよ秋の番外編は夢の咲子の名前にぴったりなロマンチックな夢のお話になりました。どうだいマミコ、眠れそうかい？やめて、私を眠たくさせる鈴木くんなんて嫌いよ嫌い。マミコ、私ったらこんなこと言ったら嫌われちゃうのに、どうしよう。でも眠ってしまったら鈴木くんの顔が見られなくなるんだもの、そんなの嫌。マミコ、こっちを向いてごらん。鈴木くん、君の気持ちは分かってるよ。でも大丈夫さ、俺たちはきっと夢の中でも会える、運命で結ばれた二人なんだから。鈴木くん。マミコ。鈴木くん。マミコ。野崎くん、漫画のお話考えるのって本当に大変だよね。でも楽しいね。ああ。月刊少女野崎くん秋編終わり。また。